各競技のルール、戦略の詳細は、それぞれの競技の項目を参照してください。コートの例。外側の線までがコートと呼ばれる範囲である。コートとは、テニス、バレーボール、バスケットボールなどのスポーツにおいて、競技を行うために用意される、試合は、対戦形式で行われる、中規模までの球技で用いられることが多い。サッカー、ラグビー、クリケットなどの球技では、 フィールド、グラウンド、ピッチなどと呼ぶのが一般的である。陸上競技、水泳、格闘技などでもコートの故障は用いられない。中世フランスにはラケットスポーツの原型といわれるジュディフォームがあり、特に試合が盛んに行われたのが裁判も行われた修道院の中庭であったことが語源になっている。コートはそれぞれの競技に合わせて専用のものが用意される。 地面に引かれた線により、コートの内と外、あるいは自陣と敵陣とを区別する。競技の運営を容易にするために、補助的な線が引かれる場合が多い。陣を区切るネットや、得点の対象となるゴールなどが設置されることもある。コートによって競技が行われる場が明確に定義され、競技中は競技者、審判以外は、コート内に侵入できないのが普通である。 多くの球技においてコート外にボールを出すことは失点、攻撃圏の移動などのペナルティの対象となる。競技者がコートから出ること、敵陣に侵入することに対してペナルティが課される競技もある。バスケットボールに用いられるコートは屋内の場合はメープルなどの木材で作られた磨き上げられた床面に設置される。屋外ではアスファルトか それに類する素材が用いられる。バスケットボールコートは、長手方向、左右方向のいずれにも対象である。バスケットボールコートには、いくつかのサイズがある。NBA で用いられるものは、長さ二十八点六五メートル、幅十五点二四メートル。フィバ規格のものは、若干小さく、長さ二十八メートル、幅十五メートルである。公式試合でなければ、場所によっては、 さらに小さいコートを用いることもある。フリースローレーンは幅12フィート、長さ15フィート。フリースローラインから3ポイントシュートラインまでは4フィート9インチ。エンドラインからバックボードまでは4フィート。ジャンプボールが行われるセンターサークルは直径12フィート。3ポイントラインまでの距離はバスケットボール史上で2度変更が加えられている。 1979年から1980年のシーズンに本来の23フィート9インチに戻された。なお、大学の試合では19フィート9インチ、国際試合では20フィート6インチが採用される。ハーフコートのルールではシュートごとにセンターサークルから試合が再開される。スカッシュコートのサイズについては、日本スカッシュ協会の規定による。スカッシュのコートは、 幅6.4メートル、奥行き9.8メートルの床を持ち、高さ約5.6メートル以上の天井を持つ四方を壁で囲まれた空間に設置される。前後左右、すべての壁面にはアウトオブコートラインが引かれ、この線より下の壁面とすべての床面がコートとなる。アウトオブコートラインは、 前方の壁では高さ4.57メートル、後方では2.13メートルの高さの水平線であり、左右の壁には2つの水平線をつないだ直線が引かれる。前方の壁には1.83メートルの高さにサービスラインが引かれ、サービスはこの線とアウトオブコートラインの間に打ち込まなければならない。前方の壁の下から0.48メートルまでの範囲をティンと呼び、これは テニスなどにおけるネットに相当する a b c e ダヤ安オ。スポーツ用語面白い旅つくば経済月報2019年9月28日閲覧ありがとうございます